レッド・オット・チリペ・ペッパーズぶっちゃけ、まだレッチリ頼みかっていうことも思ったりしますね。フェスのラインナップとか見ていると、以前ね、海外のバンドも、なんかすごいビッグネームになってくるバンドって、ここ最近出てきてない気がするなっていう話も、この走行3分トーキングでもしたんですけど、まあ、 今年20周年のサマーソニックその前は2016年の20周年のフジロックまあ富士サマーソニン富士サマーソニンと1回目のフジロックからまあ出てるわけですからねレッチリはまあそういった意味でどちらのイベンターもやっぱ出てもらいたい集客もあるしというとこやと思うんですけどもそれがまあ世界最強と言われるバンドのゆえんだとは思いますがただね え2016年のフジロック20周年で見たんですけども世界最強ぶりはやっぱり少しエネルギーパワーダウンしてきてるところもあるのかなってまあこの頃に比べたらそりゃねまあもう30年以上君臨してるわけですもんねブラッドシュガーセックスマジックまあ名盤がリリースされたのが確か91年とかですからねまあそこからずっとまあ ロックシーンを引っ張り続けてね圧巻のステージでというわけで50代半ばも過ぎるとやっぱりステージは少しパワーダウンしてるとこもあるのかなっていうのは僕がね見れたれっちり遅めですけど2000年の99年にジョン・フルシャンテが復帰してカリフォルニケーションリリースしてのツアーこれはね 初めて見たっていうのもあると思うんですけどいやれっちりマジすげえなってパフォーマンスライブで感じてそして2006年の10周年のフジロックの時にやはりその最強の4人のメンバーで来たんですけども何やろうこう体でねドーンドーンドーンってこうグループをもう感じる放たれる エネルギーがも,うものすごくすごいライブっていうのをその時初めて経験しましてこんなにすごいものなのかって思った記憶があるんですがまあそこから比べたらややねあの年齢もあるからいやでも同年代のヒロトとマーシーとかはその2016年のフジロックレッドマーキーとかもうカオスやったんですけどもね。 いやでも20周年のサマーソニックではまたなんかね感じさせてくれるのかどうか楽しみにしたいと思いますが次回はじゃあレッチリその乱指導なんかにめちゃくちゃ影響を受けてるバンドの話なんかもしようと思います。そうこうこでしたさよならバイバイイ